綺麗ですね空。6月5日っていうのにもうねこんな素敵な空が待ってます。カードが挿入されてない。これはちょっとね一般レーンで行くしかないですね。お金を準備しましょうか。カード抜けばいいのかな。はい、通行券いただきました。それでは出発します。じゃあ広島空港までね参りますんでよろしくお願いします。まあ私もですね今みたいな隠居暮らしを始めてもう丸1年になります。本当にね360日ぐらいですけども、家を買って家のローンを払うわけでもなく固定費がほとんどない中でですね、固定費がないってことは生活費のために無理やり働かなくてもいいってことなんですよ。まずここが自由のスタートラインですよね。で、生活のために働かないってことは誰かと嫌な仕事をする瞬間もないってことなんですよ。お金のために仕方なく何かをね我慢するってことがないですから、職場の人間関係を無理やり維持するって必要もないんですよね。だからこれがだから固定費がないっていうのが自由の出発点っていうのがね、本当実感できるなと思いますし、まあ、お分かりいただける方も多いと思うんですよ。でおかげさまでこうやって平日のお昼間からね、今日何曜日なのかわからないような感覚ですけども、今日確か月曜ですよね。こうやってね車の空いてる高速道路を広島空港に向けて、こんな素敵な空ですね。自分の人生振り返った時にこんな美しい景色をねいくつ思い出せるかってことと、ものすごく楽しい経験をもう山のように思い出せるかどうか、それが人生の積み重ねだと思うんですよね。そうではなくって、なんか知んないけど嫌な仕事いっぱいしてきたなっていうことで、その仕事が自分の人生だったみたいになっちゃうのも、まあ一つね、それが完全に否定はできないんですけども、それを望んでいないんだったらやっぱり望まない人生を早くやめるべきだと思うんですよね。でもね本当すごい良かったな。2013年の今頃はその自己アフィリエイトすらやってなかったですからね。私が自己アフィリエイトを初めてやって、それを Facebook 上にアップしたのは6月14日なんで、これ今日からね10日後ってことになりますよね。まあ記念日ですよ私にとっての。まあ当時はね Facebook で、まあ、ビジネスとかねお店への勧誘とかする人はいなかったです。本当に日常のことを1行2行ポン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 上げてるぐらいで、写真が上げれるかなっていうところだったですよね。もちろん Facebook ライブなんてのもなかったですし、私の Facebook の友達も500人もいなかったですね。300人ぐらいだったですよね。まあ、そんな中でね速稼塾っていうのがスタートできて、まあ500人もいないような Facebook 友達に対して、まあ、セミナーやりますよっていう発信をして、まあ、高かったですけどね、19,800 円のセミナーをやりますよっていうことを、まあ、リリースして、まあ、1ヶ月、7月20日ですね、2013年7月20日に23名の方来てくださいまして、6月14日に自己アフィリエイトを Facebook 上にアップして実績をね、で7月20日この35日で私は80万という現金を手にしたと、皆さんのおかげで。だから人を呼んで人がそれだけ興味を持って価値を感じる、そういう風な情報を持っていたってことで80万というのが生み出されたんですよ。で当時私はね麻雀店ってのも経営してたんですけども、麻雀店では新しい情報の提供ってのは全くできないんですよね。もう毎日日々の繰り返し、その場所を貸すっていうその価値だけだったんで、全然利益は上がんなかったです。まあ、麻雀店のね、まあ、売り上げは、まあ、今だったら言えるんですけども、まあ、300万いけばいい方だったんですけども、当時はね250万とか220万とかっていうのをうろうろしてて、本当は危なかったです。経費は285万かかりますからね。で自分の給料なしとそんな形で店舗運営してまして、私の麻雀店ってのは利益率が高い方なんですよ。仕入れがないですからね。で飲食店さんでも1日に10万なんて平均で売れないですから、そう思うといかにですね飲食店が儲からないのかっていうことと、店舗をやることが相当利益を取るのが難しいってことがお分かりいただけると思うんですよ。当然私のね店舗でも利益は出てませんでしたし、でも売り上げが立ってる以上消費税ってものの徴収は来るわけですよ。消費税がね例えば年間で3000万売れてたら、まあ250万とかね、あのあたりで消費税って来るわけですよ。220万から250万とか、まあこれが払えないですよね、はっきり言って。
借金して払うしかないですよね。だから、まあ、決算をしたら決算の税理士さんへの費用も払えないとね、20万とかあれ決算作ってもらったら20万ぐらいかかりますけど、それすら払えないっていう状況ですよ。利益率の高い私の麻雀店でもそれなんですから、まあ毎日仕入れをしなくちゃいけないとかね、ロスに悩まされるとか、まあ、そういうね飲食店さんとかはね、もう本当になんかこう、皆さん飲食店さんはね、安全に経営してると思われがちですけども、もうはっきり言いますけど8割以上赤字ですからね。広島市の中心部の飲食店ですら8割以上赤字ですよ。ひどい状態だと思いますよ。それはね、急に潰れますよ。経営者ってのは経営状態が悪くても従業員にすら言えないですから、そういうことは。まあ、不安になりますからね。だからずっと従業員さんを安心させるために社内向けにはネガティブなことは発信しません。当然ですけど、お客さんに対しても赤字なんてそろそろ閉めるんだよねって言わないですよね。だからどんな店も急に閉まりますから、従業員さんもびっくりですよ。知らせてくれるんだったらまだいいですけど、知らせられるにしても1週間前とかね、1ヶ月前に教えてくれるところはすごく良心的ですよ。ひどいところになったら給料未払いのまんま夜逃げみたいなね、鍵閉めたまんま夜逃げみたいなことになっちゃいます。スペア企業従業員からいろんな理由つけて取り上げといて、鍵変えるんでちょっと渡してくんないって感じでね、でドロンですよ。で従業員の給料払わずに赤字に当てたりとかね、大抵企業にするみたいな感じですよね。まあやっぱりね、広島市の中心部、ああいうところで商売やってるとそういうのを日常茶飯事ですよね。私が入ってたビルも1階がファミリーマート、3階がもう長年やってるねカラオケ屋さん、20年とか30年やってるところだったんですけども、まず1階のファミリーマートが退店していきましたね。ファミリーマートの家賃が確か1階でね、毎月151万の家賃だったんですよ。それがまあ払えなくってファミリーマートさん撤退と。でしばらく1階にコンビニがない状態でずっとやってましたんで、コンビニがないとね、はっきり言って2階とか3階の集客にも影響出るんですよ。まあガクンとお客さん減りましたね。だからコンビニエンスストアが雑居ビルの1階にあるっていうのはもう非常にねありがたいことなんで、退店するぐらいだったら、退店されるぐらいだったら2階以上のねテナントさんがもうコンビニさんにねちょっとか情の気払ってもそのぐらいでもね元が取れるような気がしますね。コンビニがなくなってから本当客数減が明らかでしたから危なかったですよね。そういう風な相関関係、店舗ってのは周りのね学校ができたとか何々店が引っ越したとか、そういうところにすごく影響されるんですよ。道路ができたとか交通通行止めがあったとかね、すごい影響されますから。で店舗ってのは日々変更させることができないですからね、あっち持ってったりこっち持ってったりというのは屋台じゃないんでできないですから、非常にリスクが高い商売だと言えますんで、やりたくなる気持ちは上がりますけども、まあそれはねプロになってからそれからの余力でやったらいいんじゃないかなと思います。私は店舗のビジネスはちょっとね進められませんね。まあ夢ですけどね、やりたくなっちゃうんですけどね、赤字でも大丈夫になってからやるのがいいかなと思います。はい、店舗をね20店舗以上30代で経験してきた私がそのように判断しております。店舗をやっても1円も残りません。従業員の給料が毎月払えるだけというね、だから一定の期間雇用確保することぐらいしか社会的意義がないのかなと思います。はい、だから店舗はねやらないでくださいね。やっちゃダメですよ。店舗が多すぎるんですよ。店舗がいっぱい間引きされて潰れて、今のね現状のね3分の2ぐらいもしくは半分ぐらいになった時に、まあ、店舗っていうのは安定してできるようになるんじゃないですかね。妙な価格競争にも巻き込まれずに。だからね、店をやらない人、やってる人がもうちょっとやめてくれないと、苦しいと思います、お互いに。まあそういうことで、2つ目のテーマっていうのはね、何だったか分かんないんですけども、店舗をやるなということにまとまりそうになりそうです。店舗はやめといた方がいいと思います。こういうね世の中ですから、やっぱ情報発信事業がいいと思いますね。店舗をやってる方をサポートするような、そんな情報を提供できたらいいんじゃないですかね。分かり間違ってですね、これだけ店舗がひしめき合ってる間に自分も店舗を出しちゃダメですよ。やっぱ店舗をサポートできるようなね、そんな広告業とか
プレゼンの資料を作ったりとかね、社員教育をしたりとか、ああいう風な情報産業がいいんじゃないですかね。はい、じゃあここら辺で動画の方止めます。